な人がいまして、で、あの、ここに、当てるなんですけども、まあ、こういう風にですね、11メーターって言って、はい、で、そこ、これスノーシェットなんですよ。で、スノーシェットの屋根の高さよりも高くなりますから、山の横に見えない。特にあの17号においてはこの今ここにいるんですけど、あ、こんな風に並んでるんですか。で、今スノーシェットで道の駅の方からこう来られてここにいるんですか、ね、で、この先が今度こういうふうにギャップになってまして、で、あのこういう雪崩予防策をしているところは過去に5.18標高差があるので、特にこのところは要注意をしているというようなわかるかな。
どうも。一流ミュージシャン。どうも。いや、どうも。どうも。なんか出されてやじゃあ社長、社長、今年はこうやってちょっと後ろを歩いたんですけど、お手元のあれですけど、今年は結構平日今度は12月は高かったんですけど、1月の平日温度は一番上が最高で、真ん中が現在の、あれが一番最低が、最低と最高の割と結構こうあるんですけど、これ、毎年のあれをずっとこうやってみたんですが、今年はやっぱり寒いんですよ。一番寒いのやってたんで、そこで言って、やっぱりここの、温度が冷たいもんだから、今でこうあれが味が変わらないんですよ。でこれ、これを今度ね、ちょっと、正午まで湯度が下がると、もっと下がると、もう今度味違っちゃう。味変わる。ああそんなに違いますか。いや、ありがとうございます。すみません、よくわかる。そうすると、12月の平均温度なんです。これは下が今度は1月の平均温度、はい、でこうやって見るとですね、やっぱりこう寒い年はやっぱり寒いですね。今今年なんて一番寒い、最低温度はね、マイナス平均の12月は暖かかったんです。上の方12月は暖くてね、1月のドットフルだったの8日、あ、これや、まあ、どこの行っても、まあ、地方へ行くと、あくあれがこうだとか、こんあれがこうだとかって言いますけどね、12月これだけ、この水が耐えると、もう雪が降るよという地元の人が言ってるんですよ。で12月これくらいできてたんですがね、1月のこれは、天気はあまり雪が降らない。だから、冬季の年はね、1月の水頃まで水ができるんですよ。少しずつでこれは今年、あ、今年、今年は違う、はい、一月の火曜日、そういうあれで、今年は急に寒い、途中に降り出した。寒いといいますね、だから今年はね、結構これから降ると思いますよ。よくスキー場で積雪何センチって出るの、はいはいはい、このことですか。そうそうそう、積雪深井、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 55年の年はね、こっちの方はその割に降らなかったんですよ。深井、砂糖雪だったんです。だからみんなわわわと騒いでいたけども、やばい、こっちは驚きもしないと、はい、そのぐらいでは。そうですか。まあ三水地震になった年。そうですね。その前の年、じゃあその前、その前ですね。翌年です。ちょっと16年で、ありがったから、その次の16年の中越地震の時も冬、うん、雪多かったですよね。多かったですけど、その後の次の年が18号節っていうのが、あ、それが1月。その前のページで見てもらうと分からないけども、降雪量が年間降雪量このあれ見てもらうと分かるんですけども、結構ものすごくやっぱり17年なんてこれ言ってるんですよ。17年、今日までその下のこれは上が年間、この下の今度は下のページは2月の6日までの今日までのそのずっと
ったんですけどね。あの一番最初ロールバーっていうあのロータリーなんですよ。ああ、昭和さんみたいな。これが薬剤散布と近い。ドラム式で上から入れたの。でもこのギャップがまたいいのか。その前にはこういうふうにトラックの上から参ったの。機会がないと。名誉オペじゃないけども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあこちらから。もう滑ります。ここに乗って、これ登るんです。はい。はい、あ、いいですか。失礼します。はい。はい、こっちが。すごい威力ですね。力強い。上のロータリーこうなります。あ、これですか。はい、なります。これあれですよ。この横にグーッとなってて、あ、じゃあちょっと設定を取るんです。そうですね。じゃあちょっとじゃあこれだけ動かしましょう。これこう。
車があったんですよ。800とかいいのあったけどね。道路を横断することがあるから、やっぱりあの力のねのはダメなんですよ。山の上飛ばさんねで、谷の上飛ばすとか、それでまあ両方あの車を。山の方飛ばしたってみんなもどうしてもいいですよね。いいですね。たまには文明堂だなって。文明堂。それではどうもありがとうございました。お疲れ様でした。